こんにちは、フルートの保坂です。フルートには構造上鳴りにくい音があります。例えば高音のみも鳴りにくい音の一つですが、これはEメカを装備した楽器であれば解決できます。しかし高音8シャープに対応するフィスメカというものはないため、日々の練習やコツが必要になります。高音8シャープは鳴りにくいので、多くの人は口に力を入れて無理やりに吹いてしまいます。ですが口に力を入れても音色は良くならないですし、むしろ逆効果です。なぜ逆効果かというと、力を入れると上唇と下唇がギュッとくっついてしまい、アパチュアが潰れてしまいます。アパチュアというのは息の通り道である口の穴のことでしたね。息を出さないと音が鳴らないのに、アパチュアが潰れてしまうと息の通り道がなくなり音が出なくなります。まずは他の音を吹く時のアパチュアの状態で高音8シャープを吹くということを意識すること、そしてアパチュアの状態を意識しながら繰り返し練習することが大切です。練習の一つとしてハーモニクスを取り入れるといいです。ハーモニクスというのは和音のことです。トランペットにピストンが3つしかないのに半音階すべて吹けるのと同様に、フルートも1つの音指で万音を鳴らすことができます。 C の音指で低音と中音が鳴りますね。低音から中音に上がるときと同様に、中音からさらに息の角度を上げると倍音で高音のファシャープが鳴ります。この方法で練習するのですが、 C のハーモニクスはもともと難しいので簡単な音からいきます。まずソの運指で低音ソ、中音ソ、高音のレを倍音で鳴らします。運指はソのまま変えません。跳躍するときに口に力が入ってしまっては練習の意味がなくなってしまうので、鏡で自分の口元をチェックしながら力が入らないように練習していきます。力は入れない分、息の角度を上方向に変化させながら倍音を鳴らします。うまく跳躍できないときは、この息の角度の変化をするのに時間がかかっているかもしれません。スイッチを切り替えるように一瞬で狙う場所を変えます。ソのハーモニクスができたら、ラフラット、ラ、シフラット、シというように順番に上がっていきますが、まずはソがうまくできないと、そのまま高い音に上がっていっても意味のない練習になってしまいます。口に力を入れずに跳躍するコツをつかんでから次の音へ上がりましょう。練習ではハーモニクスの練習をします。運指のまま高音のファシャープに上がりましたか？高音ファシャープにはちゃんとした運指がありますが、その運指に頼らずにハーモニクスで吹けるようになってから正規の運指に戻すと吹きやすくなっています。さっきの練習に慣れてきたら次の練習に移ります。 C の運指のまま高音ファシャープにうまく上がれたら、一度息継ぎをして正規のファシャープの指で吹き直しをします。この時に正規の運指にしたからといって変えたのは運指のみで、吹き方まで変わらないようにします。基本的にはハーモニクスでファシャープが鳴れば正規の運指の方が吹きやすいはずです。無理やり吹くのではなく、丁寧な練習を継続して慣れてください。以上、高音ファシャープが鳴りにくい人への動画でした。ありがとうございました。私、フルート保坂はたまみクラスというオンラインレッスンをしております。ご予約は概要のオンラインレッスン URL からお願いします。初心者の方からプロを目指す方まで大歓迎です。皆さんとの音楽の時間を楽しみにしております。